こんにちは、柿内化粧品店伊沢よしこです。今日は洗顔についてお話をします。お客様からですね、お風呂から上がった瞬間に顔が突っ張るというねお悩みがありましたので、お話をさせていただきたいと思います。お風呂から上がった瞬間に顔が突っ張るということは、だからお風呂から上がってドアを開けた瞬間に肌がパカッパキンってなるっていうことだったんですけれども、まずお風呂の中というのはかなり湿度が高いので、そのドアを開けた瞬間に、まあ、乾いた空気が当たりますので肌が乾燥してしまうというのはもう仕方がないんですけれども、あとはですね、洗顔の使い方とかにもよるのではないかなと思います。お風呂の中での洗顔についての原因については3つ考えられるかなと思います。1つ目は、そもそもその洗顔がその方の肌に合っているか。例えばとても乾燥しやすい肌の方がすごく油を取る力、脱脂力の強い洗顔を使われるとすると、やっぱり突っ張っちゃいますよね、油取りすぎちゃうから。なのでまずは洗顔が合っているかどうかっていうのが一つ目です。そして二つ目、きちんと泡立てはできているか。洗顔というのはね、2センチぐらい出していただいて、水を含ませながらこのようにもしっかりと泡を立ててもらって、泡を転がすように肌で使っていただくんですけども、その洗顔自体がきちんと泡立ててはなくって、極端に言うと顔の上でここで泡立てるようなイメージだと、その行為によって肌が乾燥してしまいますので、きちんと洗顔が泡立てられているかというのも2つ目の確認事項です。そして3つ目、その洗顔を洗い流す時のお湯の温度はどうかということです。以前の動画でですね、洗顔をする時の温度は32度が最適というお話をさせていただきました。おそらく湯船の温度が32度っていうことはまずないと思いますね。そしてシャワーから出てくる温度も32度ということはないと思いますので、例えばシャワーから出てくるお水をこうすくいながら洗い流される時も、多分そのシャワーの温度になっているかと思いますので、その時は温度を低くしてもらって、シャワーを直接顔に当てるのではなくて、手ですくいながら洗い流すという風にしていただきたいと思います。ですのでこの時のお湯の温度が高ければ、やはり肌が突っ張るという原因になります。これが3つ目の原因になります。1つ目はそもそも洗顔のタイプが肌に合っているか。そして2つ目はきちんと泡立てができているか。そして3つ目は洗い流す時のお湯の温度は最適か。この3つをですね、確認してみていただければと思います。これからね、まだまだ寒くなってきますので、お肌は乾燥しやすいです。先ほども言いましたように、お風呂から上がった瞬間に、ね、肌がパッと突っ張ることもありますので、お風呂から上がるときはですね、顔がちょっと湿った状態、タオルで拭かずに湿った状態でお風呂から上がれるのもいいのではないかなと思います。話は少し変わりますが、私は今クラウドファンディングに挑戦しています。そのプロジェクトは、化粧の力でシニアの方を美しく、そしてより元気に生き生きとした社会にしたいというプロジェクトに挑戦しています。詳しくはですね、概要欄に貼っておきますので、皆様ご覧いただけると嬉しいです。今日もご視聴くださりありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。